イブスキ火山群及び海門岳の地形図海門岳は、鹿児島県の薩摩半島の南端に位置する標高924メートルの火山。1964年3月16日に、霧島役国立公園に指定された。日本百名山、新日本百名山及び九州百名山に選定されている。山麓の北東半分は陸地に、南西半分は海に面しており、 見事な円錐形の産業から別名、薩摩富士とも呼ばれる。所在地は、鹿児島県伊ぶ市。約4,400年前頃から活動を開始し、885年までの約3,000年間にオ4の噴火が9回、0.1、奴隷キロメートル3を超える噴火が10回、発生しており、この期間の平均マグマ噴出率は、約1.2キロ立方メートル、1000年となっている。 有史以降の噴火記録は6世紀頃からあり、上岸16年3月4日と、庭元年7月8月に大噴火を起こした。この時、山頂に溶岩延長球が噴出し、現在の二段式の産業となった。山体は主に年生の少ない玄武岩だが、山頂付近の溶岩ドームは安山岩でできている。海門学南六の海底には、幅7 8キロメートル。 長さ9 3トルに及ぶ馬蹄形の海底崖と海底地滑りに伴う多数の流れ山が存在している。この海底崖は海門岳山体の南部地下にも見られ、現在の海門岳ができる前に海底地滑りが発生したものと考えられる。7世紀末頃の噴火による噴出物の堆積層は、 青コラ、9世紀末頃のそれは、紫コラと呼ばれており、薩摩半島南部で広く見られる地層である。噴火の年代が分かっているので、発掘対象の遺跡の遺物がこれらの地層の上下、どちらから出てくるかで、この時代の生活の変化などを知る重要な手がかりとなっている。7世紀末の噴火では被害を受けつつも、古墳時代の様式を残した生活が続いていたが、 旧世紀末の噴火では大きな被害を受けて集落が放棄されるなど大きな生活の変化が起きていることが判明している。橋群れ川遺跡は旧世紀末の噴火によって放棄された代表的な集落である。2000年12月12日から下旬にかけて噴気が観測された。大隅半島と薩摩半島によって近鉱湾が形成されているが、 その薩摩半島の最南端にあるため、海上交通における大事な目印とされ、その名の海門は海門に通ずるという。同様に公海上の目印とされた薩摩半島の州法、野間学と近方山と合わせて、薩摩三法とも呼ぶ。かつては海門だけの標高は、1895年に、 山頂に設置された二等三角点の標高から922.23メートルとされていた。しかし登山者などからのそばの岩の上の方が標高が高いという指摘により、2001年7月に国土地理院が調査を行って公式の標高が924メートルに修正された。地形図で表記される河川はない。螺旋状の登山道が整備され3時間程度で 登山することができる。標高924メートルと日本百名山の中では例外的に低い山であるが海抜0メートル付近からの登山となるため、登山の際の標高差は900メートル以上ある。独立峰であり山頂部に近づくにつれて岩が露出するため、頂上からは北側に池田湖、南側に太平洋など360度の展望が得られる。 ありがとうございます。